目覚めよ竜、竜の戦士よ。再びこの世に災いなす者が現れた。竜の力を取り戻せ、竜よ。世界を守るために。いきなり炎で燃えてっけど、なんだこのスパルタの展開は。起きるんじゃ竜、死にたいのか。早う起きろ、村中が大火事じゃ。家も畑も全部燃えとる。とりあえず下に避難するぞ。なんだよババ、うっせえな、寝かしときよ。あ、燃えてる燃えてる、おお燃えてる燃えてる、炭素燃えてる、やべやべ。ババ早えな、やべやべ、どうする。いかん竜、今消してやるぞ。えい、すげえババ、魔法使えんのか。ふう、昔はもっと強い魔法が使えたんじゃが、今はこんな火を消すのが精一杯じゃわい。まあまあ昔はすごかったらしいな。で、この竜は魔法使えねえのか。何もしてもコマンド出ねえわ。この建物は丈夫じゃし、わしの魔法もあるで。またしばらくは大丈夫じゃ。ありがとう、ババ。火がものすごい勢いで迫ってくる。ただの風にしては変だ。この建物はおばば様の魔法で守られているの？でもいつまで持つかしら。目が覚めたら一面火の海だった。一体なぜこんなことに。早く逃げよう、早く。おばば様の魔法があれば、炎の中をくぐり抜けることができるはずだ。早く逃げよう。え？竜の姉さんがいない？そうか、すまん。目が覚めたら一面火の海だった。一体なぜこんなことに。よ、じじい。わからん。一体何が起こったんじゃ。裏の者はみんなここに避難させた。竜の姉さんももうすぐ来る頃じゃ。ちょっとどけい。竜のお姉さん？セイラなら大丈夫よ。あれだけの魔法の使い手がこんな日にやられることはないわよ。長老、大変です。なんか来たぞ、村人が。村人来たぞ。あ、これ、セイラじゃない？長老、村の外に黒い竜の旗が見えます。すっかり村を囲んでいます。脱出できません。黒い竜、黒竜族か。奴らが村を焼き討ちしたのか。信じられん。同じ一族を襲うとは。なんだ、一族同士の争いか。黒竜王ゾーゴンが、世界征服を企んでいるという噂は、どうやら本当だったようですね。で、手始めに我々、白竜族を消そうと。ああ、黒竜族 VS 白竜族。あ、こいつは白で、相手黒か。なんてことじゃ、ゾーゴンめ、愚かな真似を。どうして私たちが狙われるのですか。何か理由があるのですか、長老。ここはおばばが勝手に答えるようだな。ふん、ゾーゴンのやつはわしらを恐れとるんじゃ。わしら竜の力のことなどとっくに忘れてしまったというのに。慌ててるぞ、じいさん。しかし、こうなったらどうして襲われたのか問題ではない。どうやってこの場を切り抜けるか。わしらに逃げ道はない。とすれば道は一つ。そうじゃろ、みんな。戦うってことか？さあ、行こうかね。ここが一番でかい建物なんかね。この老いぼれの最後の魔法を振り絞るときが来たようじゃ。竜のんきに寝てやがったけどな。待ってください。私たちの力では重装備の軍隊相手に傷一つつけることはできません。犬死にしようというのですか。たとえ犬死にでも虫けらのように焼け死ぬよりはいい。我ら白竜族の意地を見せてやろうじゃないか。さ
さあ行こう、セイラ。わかりました。でも行くのは私一人です。お、なんだ、石になったアストロみたいな。なんか大の大冒険、あ、ちょっとネタバレになるけどさ、アバンがな、そのアストロンかけてみんなを守った感じ、そのハドラの対決の前にさ、ダイとかポップとかプラス G さん、何をしたんじゃ。少しの間石になっていてもらいます。石になっている間は炎を受け付けません。生き延びて、そして思い出してください、私たち白竜族の使命を。無茶な、いくら石になっても奴らに見つけられたら同じ。うっ、あれは全員死になっちまった。ううな、なぜこんなことを。犠牲になるのは一人で十分、黒竜族は私が。竜、強くなりなさい。あなたが立派になって再びこの世に平和をもたらしてくれると信じていますよ。長老、皆さん、さようなら。白竜族に竜の神のご加護がありますように。セーラ姉さん、あとは何としても黒竜族の注意を引きつけなければ。お、誰かいるぞ。なんか悪そうだな。こいつは竜の巫女だ。隊長のところに連れて行こう。ほら連れてけ。後でたっぷり楽しもうか。生き残りの捜索は後回しだ。まずはこいつを。隊長、竜の巫女を捕らえてまいりました。お、背高い。みんな焼けました。家も仲間も何もかも。さぞや満足でしょうね。こうやって弱いものを痛めるのは最低のことだわ。ほう、かわいい顔して威勢がいいな。白竜の血を引く者は一人も残すなとの命令だ。始末しろ。悪く思うなよ。これも任務だからな。もう雷がすげえ。セーラ強いのかな。うわあ。逃げ出しやがった。村を焼け打ちするなんてひどいこと、許せない。びっくり。ふ、大した腕前だ。来たれ、イカズチ。迫力のバトルなの、おい。お、すげえ、残像まで。貴様らには何の恨みもないが、ゾーゴン様の邪魔をされては困るのでな。そんな野望なんて誰かがきっと打ち砕いてくれるわ。それはどうかな。我らには女神の鍵がある。女神の鍵ですって。それにしてもそれだけの腕前、ただで殺すには惜しいな。近寄らないで。それにいい女だな。女神をどうするつもりなの。戦いながら会話してやがる。そろそろお遊びは終わりだ。あ、貸した。あ、これ取っておきじゃない。雷かと思ったら炎で、まさかの、あ、生きてやがる。何、どうした、もう終わりか。はっはっはっは。あーちゃー、この後どうなったんだろうな。はるか昔、竜の一族が世界を治めていた頃、一人の女神が現れた。人のあらゆる欲望に応える女神、ミリアに人々は心を惑わされ、彼女をめぐる激しい争いが世界を包んだ。このミリアって確かブレスオブファイア3かなんかで登場してラスボスだったような気がするんだけどな。
覚えてるかな。邪悪なる女神は争いを好み、誇り高き竜の一族さえ二つに分かれ女神を奪い合った。白竜族と黒竜族は互いに巨大な竜の姿で戦った。たった一人の女神のために世界は滅びるのではないかと思われた。しかしある時、勇敢な竜の戦士が立ち上がった。彼は7人の仲間と共に女神ミリアに挑み、ついにはこれを6つの鍵で封印した。女神の鍵と呼ばれるこれらの鍵は今もこの世界のどっかに隠されているという。ほう、6つの鍵で封印ね。7人の仲間と共に。この伝説を再現していく感じかな、このゲームの目的というかね、ストーリーというか。女神に惑わされ世界を滅びしかけた白竜族は自分たちの力が強すぎることを悟り、竜の力を自ら封印した。悲劇を繰り返さぬように。白竜族ちょっとな、お人よしなのかもな。封印まですることなかったな。黒竜族は封印しなかったようにも取れるしな。しかも生き残りがいたってことだろ。一体どうなってるんだ、セイラは。どうしたんだ。チョロ、セイラが、彼女が私たちを助けるために。チョロ、セイラの言っていた我々白竜族の使命とは一体何ですか。我々は武器を取って戦うべきではないのですか。もういいんだよ。白竜族の使命などお前たちが気にせんでもいい。遠い昔に力を捨てたわしらには関係ないことじゃ。しかしおばば様、我々は戦うべきではないのですか。セイラのために我ら白竜族の誇りにかけて。いいから今は生き延びることだけを考えるんじゃ。さあここはもう崩れるよ、お逃げ。しかしおばばさ、うわあ。ジャンプしてなんだか地震みたいなの起こしやがったな、このまま。魔法力まだ残ってるじゃねえか。これでいいんじゃ。竜の封印など解けるわけがない。我らの使命は生き延びて次の時代に望みを託すことじゃ。これでいいんじゃ。竜の戦士など伝説に過ぎん。竜の戦士？竜か。お主には何と言えばいいのか、すまん。セイラの仇を取るつもりか？やめておけ、と言いたいところじゃが。お、宝だ。宝じゃねえか、これ持ってけってか。少ないがあれを持っていくがええ。装備を整え、じっくりと力をつけるんじゃ。くれぐれも無理はするなよ。さあ、行くがいい、竜よ。あ、動ける。ゾウゴンの支配など長くは続かん。いつか裁きを受ける日が来るじゃろう。その時まで我慢するのが一番賢いんじゃ。が、姉を失ったお主には我慢などできんじゃろうな。まあ、そりゃそうだ。わしらはここに残りよ。旅に疲れたいつでもおいで。さて、宝、どんぐらい入ってっかな？ 300 銭が。あ、ありがとよ。うーわ、ボロボロだな。破壊されてるぜ。さて、そうだな。早速、買ってみようか。焼け残った商品はこれだけです。何かお求めですか？下取りでいいか。山形な革のマントどうだったかな。装備今何持ってるのかちょっと確認してみよう。あれどうやって確認するんだ。セレクト、探検、木の盾、布のマント、麦わら帽子。そうだな、確かあんまり買わなくてよかったと思うんだよな。それよりも守り煙が有効なんだよ、このゲーム。あと薬草買っとこう。
まあ、このぐらいでいいか。守り煙を使うと、このゲーム全く敵が出ないっていう現象が起こるんだよ。で、このゲーム実はね、雑魚敵と、もうほぼ戦わなくてもクリアできちゃうゲームなんだよね。ボスキャラの経験値が多いので。わしは竜の神、勇者の意志を継ぐ者の味方じゃ。お主に力を貸そう。とは言ってもわしにできるのはお主のことを覚えておくことぐらいじゃが。どうじゃ、旅の話を聞かせてくれんか。頼むぜ。しかと覚えたぞ。では気をつけて旅を続けるがよい。さあ行こうか。さあ、竜の出発だ。行くぜ。とまあこんなところで竜の戦いが始まると。今回オープニングまでな、ご視聴ありがとうございました。次から竜の戦いが始まるぜ。